はい、皆さんこんにちは。りなです。中です。エンティログです。はい、ということで今日はね、週末なんで買い物に来ました。人が多いな。そう、ちょっとコロナの影響があって人が少ないかなと思ったんだけど、意外とね、みんなアクティブに外に出てますね。ジェットコースターもあります。ちなみに今日は三重県にある県にあるジャズドリーム長島っていうアウトレットに来てます。長島スパーランドっていう遊園地と、あと湯あみの島っていう温泉と、あとアウトレットで、あのナバナの里、イルミネーションがめっちゃ有名なナバナの里で、家から車で20分とか近いんで、まあ、たまに来たりします。よく来たりします。なんかヤバくない？人の多さすごい多いです。コロナウイルスがないみたいな。コロナの影響全然ないっぽい。ということで今日は何を買いますか？何も買いません。何も買わないですか？はい、リナがお金がない。僕たち貧乏人なんで。タカがなんか買ってくれないと何も買えない。じゃあレナに今日何かプレゼントするよ。おお。何が欲しい？私何もいらない。安い女ですね。そうね。買い物に来たんですけど。でもソフトを見つけた。確かに美味しそうだね。まだ来て5分しか経ってないんですけど、もうソフトを見つけました。みんな美味しいもの食べてるよ。バウムクーヘンだよ。すごい美味しそう。ちなみにバウムクーヘンはなんか意味わかる？バウムクーヘン、あの木の年輪、バウム、木、ケーキ。そういうことです。ドイツ語講座でした、はい、わわわ、タルト、これめっちゃ美味しそうじゃん。バウムクーヘンに何か入ってる？カスタードインザバウム、チーズインザバウム。いいのを見つけた。セーター、冬のセーター、このあったかい時期に。でも 50% オフだから、来年のために今買うっていうね。体型変わったらアウトだけどね。そんな変わんない。試着してみますか。試着してみる。首が V と丸があるよ。気づいた？気づいてない。これ丸じゃない？これ V。でも V のが、あの前テレビで見たけど、気痩せ効果出るらしいよ。あ、じゃあ両方着てみればいいじゃん。いきますか。よくないよ。でかい。ブカブカ。ほんとだ。なんかブカブカだね。それ 何サイズは？ M。M？ あ、じゃあ S 持ってきてあげようか。S はダメだよ。ほんとだ。なんかあれだね。なんか色変えてみれば。なんか白だともうちょっと締まって見れたりするかもよ。おい、変わりません。なんかさ、もうちょっとここがさ、絞ってくれればいいのね。縫い合わせれば、自分で。やです。諦め。再来週誕生日だよ。誕生日だからちゃんと言わないと伝わらないよ。誕生日だよだけだと、あ、おめでとうだよ。どうせアウトレットに行っても何も買いたくない。なんでブランドだから、なんか5万円、普通にブランドがついてなければ同じものが5000円、意味がわかんない。なんでそれにお金を使うの？特に名古屋の人とかすごいブランドもの好きだよ。なんでこうから品質のいいブランドが書いてないものが欲しいけど、それがない。世の中そういうことになってるんです。残念。めちゃくちゃ美味しそうだよ。彼のクレープのお店、なんでそこまでは並ぶかわからない。レナ並ぶの大嫌いだからね。反応無駄。日本人は並ぶのが好きだよ。並んでるイコール美味しい。ドイツでなんか行列ができてるお店とかあんまないもんね。できない。みんな諦める。諦めって言ってないよ。ダダーン。すげー美味しそう、ね、あの特にあれ、西洋抹茶のチーズケーキ、これめっちゃ美味しそうだね。行きましょう。使わないの？何？買いたいの？全部買いたいよ。全部食べてみたいよ。でもそれだったら全部の動画がエナが甘いものを食べるという動画になるよ。それでもいいかもしれない。サフランがない。いいよ。だいたい何もいらない。気持ちいい。もこもこ買おう。いりません。なんかフランフランに来るとさ、なんか魔法にかかるよね。
った。なんか別にいらないんだけど欲しくなっちゃう。行きますか。これいろいろ食べ物売ってるから。なんか売ってるかな。ドイツのなんか欲しいの？いや、ブルーシードイツじゃない。これ日本人は知ってる？知らない。牛乳入れてココア作れる。ああ、知ってる知ってる。あのココアミルクでしょ。あの日本だと学校の給食で出てくる牛乳の瓶にこうココアの粉を入れる時があるんだけど、それめちゃめちゃ美味しい。それと一緒。ババリアンマスタード、ドイツの朝ごはんに使おう。それあれじゃない？白ソーセージにつけるマスタード。それ運命欲しい。私買おう。前回ここで買った気がする。あ、買ったわ。なんかうまかったね。あれうまかったけど買おう買おう。レナあれだよね、酸っぱい梅干しじゃなくてちょっと蜂蜜とか入った甘い梅干しが好きだもんね。あ、これでいい。買いましょう。いいんじゃない？レナさんがお腹減って機嫌悪くなってきたんでなんか食べましょうかね。なんか食べましょうって言ってたのがタカって。ガンコーヘン食べたいよ。団子あるよ、団子。やだー、団子。団子がいい。団子はどこでも食べれる。ダメ。でも団子が食べたい。でもどこでも食べれるからやだ。団子があるよ。団子がいらない。団子を見つけた。これカスタードリンダボーのリング。おいしそう。食べましょう。早く食べろ。カリカリで、なんかこうクレームブリュレみたい。めっちゃ冷たい。バンコフ。あげない。コート見つけた。なんかモスグリーンのコートだね。なんかこういう縛るタイプがあんま好きじゃない。まあ、色は似合ってるけどね。あと前から見たらかっこいいけど、回ってみて。オーマイガッドだね。これ今ね、意見が割れてます。一緒に似合うよ。あー、やっぱりいいなーって。あー、いいかもね。あーでも、かわいい。買い道はないけど。またまたコートです。あのシュッとしてる箱みたいな四角いコートが似合わない。いや、似合うと思うよ。似合わない。絶対に似合わない。サイズは合ってる。でも似合わない。私は結局何も買ってないよ。結局レナはいろいろ試着したけど、あの何も買うつもりなく、なんかそうだね、もともと今日はあんま買ったことなかったから、ね、まあ、結局買ったのは T シャツ、が T シャツ2枚とあとは梅干しとドイツのお菓子とココアミルクかな。1万円も多分いってないね。はい、アウトレットは終わりです。終わりました。もうだいぶ暗くなってきたね。まだ帰らないですよね。今日はこれからね、菜花の里っていうすごいイルミネーションが綺麗なところにね行こうと思います。おい、ここにあるじゃん。あ、それあれ、それ桜。今年のね、テーマが桜らしいんで、ちょうど今もう暗くなってきてイルミネーションちょうどいいんで、はい、行きますか。ぜひ次の動画も楽しみにしていてください。はい、チャンネル登録忘れなく、いいねボタンも押して、コメントがあればコメントして、次の動画でめちゃくちゃ頼む、ね、私は注文の多い女だよ。そうそう、毎日レナが横にいると思ってください皆さん。はい、バイバーイ。じゃあね。